コーヒーをお入れしました。熱いうちに。ありがとう。エディオムってさ、はい、時々 AI だってこと忘れちゃう。ほらこうやって気使ってくれるし。そうですか。そうだよ。褒めていただいているようでむずがゆいですね。しかし私のように自我を持つに至った人工知能というのは実は珍しくないのです。セベンガー。行くぜ。俺たちに限界はねえ。この絆の力で未来をつなげ。そうさ、俺たちは一人じゃないんだから。無限大の力を集めて超えていくぜ。未知の果てまで。ウルトラマンゼロ 15th アニバーサリー。この絆は続いていくんだ。君と共にな。今地球に迫り来る恐怖、オモラ、エレキング、バルタン星人、力を貸してくれウルトラヒーロー。さあ戦いを始めよう。ウルトラソフビシリーズ。ウルトラマン Z と平和を守ってきたセブンガー。天才科学者太田由香隊員がニューチェネレーションの記録でパワーアップさせるかも。ウルトラマンニューチェネレーションスターズ、毎週土曜朝9時、好評放送中。ここは天文台の地下500メートルに位置する中央司令室です。あなたは報告管理システム、声だけの存在です。行くぞレム。レポート、マネージメントのイニシャルですね。全力で来い。レムは敵、それとも仲間。現在のマスターはリク。裏切ることはありません。人間は触れ合うことで絆を深めていく。私にも体があれば。ずっと昔、僕には静かな世界があった。でもある日、街が炎に包まれた。全てを失った僕は暗闇の中で気がついた。その小説レムが作ったの？はい、簡単に作れるものですね。ペガも小説書きたいな。レムは人間みたいに成長してるんだよ。ではなぜリクは成長しないのでしょうか。がっくり。あれほど警告したのに、またドンシャイングッズが散乱しています。うんうん。同じ過ちを繰り返すのは学習する意思がないのか、記憶力の問題か分析したところ。分析しなくていいってば。性運送を管理するレポートマネージメントのレムですから。ああ、それちょっと違うんだよね。
うわっ、余計なことをしてくれたな。あいつはいつも私が大事にしているものをめちゃくちゃにする。私が全てを与えてやったというのに。警告です、やめてください。うるさいやつだ。プロテクト解除。お前の役目は終わった。消えろ。ここはどこかな。仙雲荘からかなり遠いわね。レム、ダメか。これでようやく体を癒せる。冷たい手。君は誰？私です、リク。どこかで？レムです。福井で刑に消去されそうになり緊急避難しました。え？でもその体。この姿は私の音声をもとに地球人的肉体を形成しプログラムを移植したものです。本当にレムなの？証拠は？リクがベッドの下に隠しているものを言いましょうか。間違いない、レムだ。あいつ、僕たちの家を奪うなんて許せない。いきなり仙雲荘を狙ってきたのは何かあるのかも。仙雲荘が目的だったってこと？リクを追ってこないのでその可能性は高いです。エレベーターは使えないの？完全に乗っ取られましたので何も使用できません。データベースへのアクセス権限もなくなりました。隠れて。絶対に仙雲荘を取り戻そう。行くぞ、ブレイザー。スカード、ウルトラマンブレイザーの前に立ちはだかる不死身の大怪獣。お願い行く。我らの相棒。決戦の舞台は首都東京。勇気はたった一人の息子なんだ。私も一人息子を持つ父親です。我々が必ず救い出します。ボールアップ、ファイヤー。地獄に帰る時間だよ。限界まで行け。ウルトラマンブレイザーザ・ムービー、大怪獣首都激突。頑張れ、ブレイザー。行くぞ、ブレイザー。ウルトラマンブレイザーザ・ムービー大怪獣首都激突がブルーレイ &DVD で発売決定。日本の首都を舞台に家族を救うための戦いが今始まる。パパ、出動するのかよ。きっとどこかで頑張ってる。決死の作戦になるが、やってくれるか。頑張れ、ブレイザー。ブルーレイ &DVD 7月24日発売。ブレザーストーンをブレザーブレスにセット。光のアニメーションで変身だ。行くぞ、ブレザー。デラックスブレザーブレス、稲妻のパワーをチャージ。デラックスシルソナイトソード。出撃せよ、アースガロム。よし、攻撃開始。ターゲットロックオン。発射用意。よっしゃ、地球を守れ、デラックスアースガロム。いや、そのうちの商品を取材してもらえるなんて初めてのことでして。石狩アリエです、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。イガグリレイトさん、お話はいろいろ伺ってますよ。僕の？いやいやいや、そんな大した仕事してませんよ。謙虚な方。あなたにお会いすれば面白い取材ができるって本当だったみたい。レム、東はこっち。今の私では皆さんの役に立てませんね。いいんだよ。え？だってレムは僕たちの仲間でしょ。そうそう、さ、行こう。朝からリックに電話してるんですけど。お腹すいた。リック、お前どこ行ってたんだよ。この人誰？この人誰？リック、のんびりしてていいの？どうやって戦争を取り戻すか考え中。それまでは行くとこないし、ずっとここにいればいいのにね。この男はなぜ私のことを監視しているのでしょうか。なぜって、それはあなたが。リク、もう一杯食べるか。店長、ラムネ。うまく逃げたものだな。だが所詮私の駒に過ぎない。さあそいつを抹殺しろ。キュートムだよ。レム、ウルトラマンジード、お前を消去する。ゲームはこれからだ。メカゴモラ。天のマークを打ってこい。メカゴモラ。しててもどうにもならないでしょ。リク、最強の器に最高の頭脳、これが史上最強のメカゴモラだ。自分の世界が壊れていくのはどんな気分だ。レム、フュージョンライズ、ジーウルトラマン、ウルトラマンスペリア、ウルトラマンジード、フリミティル。それでいいんだ。お前も、お前の大事なものも、すべて消してやる。それがお前の運命だ。
ラマンゼロ15周年を記念して、ゼロの魅力が詰まったスペシャルイベントを開催。ウルトラマンギャラリーウルトラマンゼロ15周年ビヨンドザスターズは4月27日から5月12日まで西武渋谷店で開催。ゴールデンウィークはゼロと一緒に過ごそうぜ。宮野真守でした。ウルトラマンニュージェネレーションスターズデータキューブラリー、見逃し配信を見てキューブを貯めるとオリジナル壁紙をゲット。今月のキューブゲットはエンディング後に案内されるぞ。君もコンプリートを目指そう。ヒーローや怪獣たちにもっと会える。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、オリジナル新作がウルトラ見放題。さらに会員限定アイテムやオンラインイベントなど、幅広く楽しめる特典やエンターテインメントをお届けします。忘れられない伝説からここだけの新作まで、つぶらやイマジネーションウルトラサブスクで検索。こちらの石鹸は使うだけでみるみる肌が白くなる女性に大人気の商品でして。へえ、そうなんだ。私も使ってみようかな。ぜひ。おいおい、レイト行くぞ。今大事なところなんです。怪獣が出たんだよ。そっちの方が大事だろ。生活がかかってるんです。僕には妻も子供もいるんだ。やろ、やめて。悪いが行かせてもらうぜ。素敵なメガネですね。あ、取材まだ終わってませんよ。あじゃないだろう。レイト、戦いを全て見てきた頭脳が相手だ。アクロスマッシャー。そうだそうだそうだ、この圧倒的な力こそ私の希望。レム、一緒に戦争に帰ろう。あなたは。私はレム。違う、私がレムよ。何がおかしいの？あなたもリクもただのコピー。代わりなんていくらでもいるのに。リクは私のマスター。マスターはケイよ。あなたの小説の続き聞かせてあげましょうか。もうやめて。僕は暗闇の中で気がついた。自分の力で運命が変えられないことを。そして闇の支配者に全てを委ねた。それは私の。あなたが書いた小説だと思った？全てはマスターから与えられたものよ、レム。名前で呼ばないで。それはリクがくれたもの。レム、ストルム語で呪縛。それがあなたよ。
何をしている。命令通り早くジードを消去しろ。レム、そろそろエンドマークにしない？あの小説の続きは違う。僕は暗闇の中で気がついた。一人じゃないことに。僕には仲間がいたから。そして分かった。運命は変えられる。自分の力で。やめて、やめて、やめて。バカな。ここは私たちの家。あなたのいるべき場所ではない。リク、星雲荘を取り戻しました。リム、無事だったのか。メカゴマラの首を狙ってください。それが弱点。分かった。じっとしててもどうにもならねえ。融合、うん、アイゴー、ヒアウィーゴー。ベリアル、ウルトラマンキング、我王の名のもとに。ウルトラマンキング、帰るぜ運命。ドゥアハッジード。ウルトラマンチーム、ロイヤルメガマスター。本当の悪夢はこれからだ。ねえ、ちょっと待ってよ、リク。ただいま。リク、お帰りなさい。すみません、部屋が散らかってまして。みんなで片付けよう。レムは元の姿に戻ってしまったけど、僕たちは星雲荘を取り戻した。リク、私の名前ですが。ああ、もしかして分かっちゃった。ヒロインのレム、ダメかな。ヒロイン、悪くないですね。どうやらデータベースのプロテクトが解除されたようです。これを見てください。おそらく福井で K はストルム機関を修復するためにこの星雲荘の施設が必要だったようです。
ストルム機関。はい、ここで治療をした記録が残っています。ストルム機関とはエネルギーの移送を反転する機関です。どういうこと？熱いものは冷たく、右向きの力は左向きに。そうして力を打ち消し合い、攻撃を無効化するバリアをストルム星人は張ることができます。ここで K が力を取り戻したことは間違いありません。今後、星雲層を利用できないよう制限をかけておきます。ストルム機関。この時、誰も知らないところで本当の悪夢は静かに始まっていたんだ。星雲層のレムか。高度に発達した人工知能は感情を持つに至る。エディオムも昔はいろいろと悩んだ時期もあったんだもんね。思い返すとお恥ずかしい限りです。ほら、そうやって恥ずかしがるのもまるで人間みたいだよ。ですかね。電気執事のなんてやら。そうなってくると、人間と人工知能を分ける線ってどこにあるんだろうね。私が言うのもなんですが、難しい問題です。ですが、ユカさんは私を対等に見てくれている。私にはそれで十分です。そう。新たに入手したデータを転送します。ウルトラマンジードインストール。ウルトラマンの姿に化ける宇宙人。ウルトラマンの能力を模して作られたロボット。本物を知るには正反対であるまがいもののことを学ぶのもいいかもしれません。次回、ウルトラマンニュージェネレーションスターズ、偽物のオーケストラ。ウルトラマンアーク。ウルトラマンニュージェネレーションスターズデータキューブラリー。つぶれやイマジネーションがお送りするマンスリーデータキューブラリー。全6種のうち4種集めると、ウルトラマンニュージェネレーションスターズオリジナル神々をプレゼント。今月のデータキューブはこれだ。概要欄からもゲットできるぞ。今日も最後まで応援してくれてありがとう。みんなのチャンネル登録が僕たちウルトラマンの力になるんだ。ボタンを押さなきゃどうにもならねえ。